こんにちは、コンビです。こんにちは、ジュクです。今日も。はい、お願いします。はい、では、九州編第4回目。はい。前回のちょっと続きなんですけども、まあ、前回、長崎県の八大利用神社、元八大利用神社、ちょっと、まあ、動画とかをちょっと見ていただいたんですけども、まあ、その動画の中の、まあ、内容として、まあ、光明さん的にですね、バカラで、解いた話の中で、ちょっとキリシタンの話が、そう。うん、ちょっとあるんですよ。わからない人もちょっといると思うんで、まずですね、こちらを、ナレーターさんにちょっと解説をしていただこうということで、はい。じゃあ、ナレーターさん、解説をお願いします。よろしくお願いします。ナレーターはこのわし、年の坊が引き受けよう。キリシタンとは、フランシスコ・ザビエルというお方によって日本に伝来したキリスト教信者のことじゃ。キリスト教は主に農民や漁民といった身分の低い人たちにとって信仰の傍受によって生きる喜びを得る、そんな心のオアシスのような存在とされていたのじゃ。そんなキリシタンじゃが、日本国内での扱いは良くなかったようじゃの。1639年、徳川幕府は外国との貿易と布教を禁止したのじゃ。いわゆる鎖国じゃ。さらに三代目将軍徳川家光からはキリシタンの禁教が厳しくなりおった。例えば農民や平民たちには帰郷するよう勧告して、逆らう者には見せしめで残酷な拷問を行うといったところじゃ。ひどい話じゃの。じゃがどうしてこんなことをしなければならなかったんじゃろう。キリシタンが弾圧された理由は、日本の植民地化を防止するためだったという説が有力じゃ。16世紀頃、スペインとポルトガルはカトリック宗派の勢力を広げるために世界中に飛び回り植民地を置こうとしていたのじゃ。日本にはその途中に訪れたようじゃ。当時のカトリック宗派は貿易を行う交換条件として国内で布教する許可を求めたのじゃ。じゃがその裏では貿易船による日本人の拉致や人身売買が横行していたそうじゃ。それを知った当時の徳川幕府は、キリシタンの布教は先兵を招き入れ植民地化や侵略の足がかりにするためだったのではと考えたようじゃ。それを阻止するために外国との貿易を全面禁止して、やがて国内のキリシタンへの弾圧に踏み切ったのじゃった。わしの解説はここまでじゃ。それでは皆の衆、さらばじゃ。はい、ではナレーターさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まあそういう歴史があったということなんですけど、まあ光明さんのそのじゃあバカラでちょっと解いた話っていうのは、そうですね、その竜のね、別れ別れになった親子が別れ別れになった光景と、うん、その人間が受けたの歴史の光景とか重なってみせて、その土地がまたそういう土地でもあるんだよね。うん、なるほど。それ何が重なって見えたかというと、天草四郎。天草四郎、はい。うん、っていらっしゃるでしょ、うん、その、ね、俺も歴史のことよくわかんないんだけど、うん、その幼くしてそのみんなの先頭に立ってね、一揆っていうかその、うんうん、反乱を起こしたようなこといろいろ載ってるけど、実はやっぱりね、15だか10何歩あの立ち上が子供なんだよね。それなんでそういう風になるかって言ったら、そういう子供たちがこの地域は多かったってことなんですよ、うん、ね、キリシタンクリスチャンであるってことがバレたらもう突き放されて殺されるとか、そういうようなものを受けてる時があった。それが理由のそういう伝説とつながってるし、その土地もつながってるってことですよ、うん、親子と親子の悲しみ、それが裂かれて引き離されて十字架のあれを踏みつけたりなんか、いろいろ熱い歴史があるってことね、うん、ありますね、うん、そういうものとも結びつくその理由の話、うん、前の3つの理由がね、バラバラになったのはあれ平将門公のね、うん、三教の話につながったけど、うん、今回のこの竜が2つっていうのは親子が話されたというのは、これ当時のねキリシタンの人が迫害を受けて殺されていった人のさまざまなことが語られてるんじゃないか、うん、そういう悲しいその出来事がね語られてるんじゃないかと、うんうん、それがその多分そこの竜神社に隠された悲しい話じゃないかと。で、あれだよね、そっからうちらがあるところに移動して ね、うん、そうですね、お寺さん、お寺さん、はい、まあ、竜に関わる、まあ、た弘法大師様に関わる、そうですね、そういうお寺さんを行った時に、いろいろもやっぱりほら伊佐の旅としてお遍路さんの格好してるから、うん、中見せてくんだよね、いろいろ案内して、ね、みんなね、うん、
真言教の人はみんな、あ、88メニューのイサの、ね、うん、あれだと思うとか、みんな通してくれて見せてくれるんですよ、うん、いろんな仏像も見せてくれるし、うん、でその時に金剛さんたちが回ってある時にこういうね、ちょっと画像で見ていただけば、うん、これ、はい、そこの真言教のお寺さんにはここの弘法大師様がいて、これ弘法大師様がね、赤ちゃん抱っこしてるんだよね、うん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 、珍しい光景だよね、このあまり見ないね、弘法大師様が赤ちゃん抱っこしてる、うん、でこれを見て、あ、赤ちゃん抱っこしてる、うん、で金剛さんたちが回ってあれと帰ってきた時に、うん、いろいろ見せももらったけども、一つのお堂その中だけは見せてもらえなかったって、うん、どういう仏様がいらっしゃるか、うんうん、でこれここで撮影した時に、まあまだ流してないけど、ここでもやっぱりスローなってんだよね、うん、その時に何も入ってないんだけど、竜の声とか入ってないんだけど、その時に通信じゃないけど、こう頭に入ってきた時に、まあこういうのは、そのお堂に隠されている仏像こそが意味のあるものなんだと、うん、何想像します、仏像の中の真言教で隠された仏像、うん、こうこれ見れないやつ一つ、うんうんうん、何想像します、普通に普通だったらですよね、うん、なんかこう真言教に関するって言ったら、そうそうそう、例えば弥勒如来だったりとか、うん、ケツァオゴンゲ様とか、そう、そういうのを、ね、うん、そういうのを普通は想像しますよね、うん、ここがほら最大の巧妙的な見解と通信による答えはここにたどり着く。なんで太子様が赤ちゃん抱っこしてるか、うん、でこの地はクリスチャンの悲しい歴史の町、さらにそのオクラってこうお堂に隠されてるもの仏像こそが、うん、俺はマリア像じゃないかと、うん、でなんでマリア像を頑なに今も隠しきらなきゃならないかって理由っていうのは、おそらくですよ、これも巧妙的な見解と通信によるね答えなんですけどね、うん、これはね、あくまでそれはこの地で迫害を受けた人たちを、うん、太子様のお寺の人たちは保護して隠したの、守ってあげた、うん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 、それが知れたらね、太子様の、あの寺も神社も全部壊されちゃうけども、それを頑なに今でも口をつぐ、だから太子様が赤ちゃんを抱っこしてるっていうのは、これはイエス・キリストのそういうその信者の人たちを守ったんですよって、我々はそういう迫害を受けてる人から話して、うん、そこで隠してあげた、守ってあげたっていうね、うんうんうん、ことに結びつく、もう一つの九州の前の九州の、うんうんうん、あの歴史とこのもう一つの悲しいクリスチャンの理由の、ね、二つの理由のその行き着く答えっていうのはここだと思う。まあ、ちょっとなかなか奥の深い話ですね。そう、うん、まして、その天草四郎に関わったものがその竜神社にもうすごい近くに歩いてすぐのところにそういう、うん、なんていうかな、天草四郎の歴史が語られることがあったんだよね、うん、でそれをちょうど自分たちチームともう一つのその四天童子を、うんうんうん、調査するスタッフとかがちょうどそこで合流して夜打ち合わせを兼ねてお食事をしたんですよ。そうですね。ね、駐車場でね。そう、駐車場。はい。で出てきた時にみんながね見たのはランドクルーザーかな。なんかそうですね。そうですね。それの後ろの窓に ステッカー貼ったシールがあったと。でパッと見たら普通はねみんな分かんないので、自分も多分パッと見ても分かんなかったんだよね。だけど通信とその画像を見てるから一発で誰か分かったの。その写真こそが天草四郎、うん、車のちょっと後ろのガラスのとこでしたっけね、なんか腹さってたんですよね、右横に天草四郎の写真貼ってたね、うん、あれ写真撮っとけばね、いや、まあ、ちょっとタイムリーですよね、あれはすごく、うん、みんなよ、うん、もう何人とも結構いましたね、結構人数いて、うん、その時うわすごいなってなんかいっぱいシールは貼ってあったんですよ確か、そう、そうそうそう、だけど一番目立つところの一番分かるところにその天草四郎が、こういう事実だったとかね、うん、九州の歴史についても、うんうん、それがね今回の調査の結論、それとダム、うん、聖なるダム の場所も分かったと、うん、ね、それで九州の調べたものを一応終了ってことだよね。あ、まだでもあとあれがありますよ、うん、あの千住大社に入った理由は、ああ、そう、あれもあるんで、そうそうそう、それはね動画で見せないけど、そう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 、また次回に、そう、それもねもうすっごい不思議な現象があって、はい、もうなんちょっとちょろっと触れるけど、
天井の格子みたいとかパッと開いてこうパッと開くの。中から暗闇の中からこうやって顔出してヒュッと元にパタンって閉めるんだよね。その後に皇后さんの後を追うようにして竜の玉がこんなオーブみたいなのがブワーってね、うん、すごい数だもんね。あれはですね、まあ普通入れない場所なんですけどね。そう、たまたま、まあちょっとその辺はまた次回にちょっとお楽しみにしていただこう。そう、その話はね、ちょっとここもいろいろあって話をちょっと、はい、そうですね、なかなかちょっとあの動画もすごい動画がちょっと撮れてるんで、はい、そういうことだね。はい、ちょっと交互期待ということで、ここで一発、はい、最後の締めを言わさせてもらいますよ、はい、皆さんよく覚えておいてくださいよ。いきますよ。あなたは身の回りに起こる数々の偶然を奇跡と信じることができますか。はい、はい、決まりました。以上、決まった。決まりましたね。OK です。はい、決まりましたね。はい、そういうことで、そういうことで、あの今回はここまでで、また次回ちょっとその動画もですね、ちょっと見ていただきたいなと思いますんで、こうご期待ください。こうご期待、よろしくお願いします。Thank you.